成川式土器は九州地方南部に分布する古墳時代の土器。鹿児島県伊宿市山川成川の成川遺跡を標識遺跡とする。かつては弥生土器と認識されていたが、現在は弥生時代終末期古墳時代、一部は奈良時代まで存続する地域色の強い河原家様式であることが明らかとなっている。九州南部の弥生時代中期後半の土器様式。 山の口式、高付式の系譜を受け継いでおり、機種や機形に類似するものが多い。木壁は弾きに比べて厚みがあり、白っぽい色調である。機種は様々あるが、壺、亀、パチ、高付小型壺などがある。日本考古学黎明期の1919 19年、縄文土器と弥生土器の区別や、およその年代などについて論じられている研究水準にあって、 考古学者の浜田耕作により、全国各地で出土した弥生土器が修正された際、成川式器は、薩摩、大隅半島の弥生土器とみなされた。また、同時期、浜田が発掘調査を行った指宿市境、群川遺跡出土の成川式器も、弥生土器として認識されていた。その後、各地の遺跡調査で、末木や端木と共犯して出土する事例もあったが、 成川式土器を弥生土器として捉える見方は変わらず、古墳時代になっても九州南部では弥生土器が継続して使われるという見解がなされた。1957年、イブスキ市成川遺跡の発掘調査と、1974年のその調査報告以降、この土器群に成川式土器の名称が使われ始める。1980年代以降、研究の進歩により、 成川式土器は、その流星のピークが古墳時代にあることが徐々に明らかとなり、弥生土器ではなく、また古墳時代土器の典型である弾きや末期とも異なる九州南部独特の土器であることが確定した。人年代については、弥生週末から古墳時代後期に及ぶことが明らかとなった。現在では、橋群れ川遺跡の新たな調査により、 亀などの一部の機種は8世紀後半まで存続することが明らかとなっている。イブスき市12町所在の橋群れ川遺跡は1916年に旧西支部市中学校の生徒が土器片を拾ったことがきっかけで存在が確認され、1918から19年に浜田工作が中心となって発掘調査を行った。その際、 開門だけ紛失物の堆積層を挟んで、滑層に縄文土器が含まれ、上層に弥生土器が含まれていたことで、当時論争となっていた縄文土器と弥生土器の違いは、年代の差なのか、使用する人種や民族の差なのかという問題が、総意学的事実により、年代差であることが決着した。現在では、常識となっている縄文時代から、 弥生時代へという時代の推移は、この遺跡の調査によって明らかとなったのであり、考古学史に残る成果であった。しかし、浜田らが発掘した、この弥生時は、先に挙げた研究史の成果から見て、今日では、古墳時代後期の成川式時に位置づけられるものであった。すなわち、縄文時から弥生時へ推移したという歴史的事実に誤りはなく、 橋群川遺跡の調査は、間違いなく、それを証明したが、その根拠となった橋群川遺跡上層の時は、形式学的にも、年代的にも弥生時ではなかったのである。ありがとうございます。